やっと上がった気がする。どうしよう、これやった後これ俺返せると思ってなかったんだよな。なんだろう、ずっと交換しないといけないと思ってて、あ、でもあれか、あれでもこれじゃあれか、やべ、あ、そっか、食い縛りがあるんだ。で、ここで これピクシー、いや、これでもやっても意味ねえよな。で、うずめ、おお、こういう感じか。ですよね、一定数打ったらネギで打たなくなるんですよ。いけ、こんなんわかるかよマジで。これでいけるべ。ああ、勝った。もう何十回やったかわかんねえマジで。難しいな、俺サバトマ、今までサバトマじゃ将来石とか使ったことないから。あー、しんど。そういえば、なんだろう、ストレンジジャーニーっていう作品があるんですけど、それのジャケットの絵がですね、黒い侍に似てるんですよ。あれ多分関係あんのかなーって。いずれやりたいですね。あっちも全く手をつけていない状態の。いや、わかるわけねー。基本的に納金なんで、ああいうのはちょっと。なるほどね、ああいう感じなんですね。なんとかできました。相当、いや、もう最初のなんだろう、ヒントもらわなきゃできなかったマジ。あ、あった、新宿村。これ行けばいいのか。あ、ていうかその前に、なんか作ろっかなって。悪魔が集いし邪教の闇
何こいつ、イスラフィール、イスラフェル、トート、ドミニオン、ドミニオン、なんかまだ進化しても、なんかあいつが何回進化しようともう驚かないぞ俺は。あー、これでいけんのか。マハラギダインっすよ。なんか作りてえな。アンズーだ。アンズーこんな感じなんだ。ジオンが、ほーん。ドミニオンね。ナントセイ君、北斗セイ君、ナントセイ君もいるんだな。こいつかっこいいんすよね。クルースニック、なんか正義のヴァンパイアみたいな。うん、光の力の加護を受けた善なる吸血始末人、かっこいいよなこいつ。あとこれドアマースっていうらしいんですけど、こいつかわいいっすよね。これ作りたい。あースキルが微妙だ、でも可愛いから作りたい。超可愛いっすよねこれ。うん、うん、あチェルノボグができる。チェルノボグスキルは雑把と混沌の海って何、万能全体。この相手属性変化っていうやつ何なんだ、すげえ気になる。どうなっちゃうの、ランダムなの。イルルヤン歌手、うん、体勢が素晴らしい。ああいいな、こいつありだな。どっち使うかだな。あミトラ、ミトラができる。ミトラ強、体勢モータルジハード、デカラビア大先生。これっすね。サキュバスのこのあばらがたまんねえんだよな。オセ、シルキー。シルキー、グルル。ああ。シルキー、グルルか。スリランカ。いいな。見た目が強すぎる。ムシュフシュ。かわいい。あと増えたやつはいないかな、特に。精霊か。うん。ちょっと、作るか。どうしようかな。斬撃無効。斬撃じゃねえ、衝撃か。アクセルクロー。どうしよう。組んだ衝撃無効2分。うーん、あとどうしよう。パニックボイスを入れるしかないようだな。こんな感じで OK。 いっしょ。かわいい。お願いね。すげえ、なんか乙女がいた今。うん、何これ。あアテナか、分かるか。おー、これで見りゃいいんだな。うん、ローレライ歌姫。かわいい。ネイヤーマハグフーラ。
作りたいんすよね。っていうか、そういえば、あの、獣っ子を使って、空風鈴できるんじゃないの？これそうだよね。獣っ子を使うとできる。むむむむむむ？セタンタとスカーハを使う。空風鈴な。でも空風鈴欲しいよな。絶対強いもんな。レベル的にも作れるしな。こいつ何なんだろうってずっと思ってんすけど。アトロポス。ずっとっていうか、いなかったのこいつ、そういえば。あ、三姉妹ね。三姉妹でできるやつ。あ、乗るんだ。乗るんか。まあ、レベルが全然足りねえけど。でも、二歩さん。エース。空風鈴。で、これがあれか、あの、かっこいいやつ。なんか特殊合体系はなんか全部作っていきたいんですよね、個人的に。で、唐鉄。え、これ何？これわかんねん。レベル41、真珠。なんだろう、真珠、真珠。ユニコーン？ユニコーンとペガサス、たまにわかんなくない。光竜はね、青竜、白虎、鈴族、玄武でしょ。うん。白虎が、まだ見てないな。これ何？パルバティとゾウさんと、パルバティとゾウさんってことは、これ、芝？ん？違うな。むしろこれが芝か。で、80だしな。ってことは何だろう。パルバティとゾウさん、ガネーシャ、ガネーシャじゃないか。これもなんだろうな。ねえ、ミシャグチ様。雲。で、レベル42。土雲か。土雲すれば取ってないな。こういうの見、始めちゃうとちょっと気になっちゃいますね。白状士。何者だ、これは。ディオニュソス。ナーガ・ダンタリアン。あ、これあれだ、なんか心臓みたいなのに入ってるやつ。41か。みたいな感じですね。なるほど。空風鈴作りたいな。獣っ子を作ればいけるみたいです。獣っ子な。おっと。あ、ティターン。ティターンとね。トラルテクトリってやつ。この辺は。あとなんだろうな。使ってなんかできねえかなって。バルキリー。少女。まあそれでも。ポワポワしてる人。ああ。ポワポワしてる人もなんか、こいつはあれか、旧兵だからあれなんだな。銃撃、銃属性ばっかりなのか。オセとティターンで、青龍か。青龍俺持ってなかったんだよな。自分で意外だわ。あ、作ってなかったんだって。テカラビア大先生。やっぱこいつスクカジャとメギド持ってんだな。ネビロス。ゲンブか。アーシーズ。あは、そっか、こうなっちゃうのか。事例同士。顔ができる。こいつ強えんだよな、なんだかんだで。症状は、なんか面白いのいるかな。ローレライができる。叫ばすか。おっせ。これいいなぁ。竜神。ちょっと作りたいな。デカラビア。ミトラ。ハマー。モハルチット、モタルジハード。どうすっかな。
顔を作ろっかな。顔か竜なんですけど、うん、あらぎないんだかんな。いいよね。で、耐性がまた強えんだよな、こいつ。これ作っか。マハラギダイン。キューマ、デカジャ。デカジャ、キューマ。うん。氷結無効、氷結無効、こいつバッチリじゃねえかよ。デカジャ、デカジャ。あ、メギノか。どうしよう、メギノ俺あんま好きじゃないんだよ。殺しの優越。あ、火炎プレロマか。あ、じゃあブラスト。ハローいらねえや。これつけて。あ、俺何つけようとしたんだ。キューマで、すごいなこれ。マハラギダインしか。まあでもまあ技を覚えたら後で考えよう。まあ、最悪これとか外していいしな。うん、完璧じゃないですか。耐性作っちゃおう。強い銃撃技とか覚えたらまあなんかと交換しよう。行くぞ人の子よ。かっこいい。なんか分かった。猫マタン、猫マタっぽいやつ。あれ超可愛いっすね、マジで。犬なのか、犬じゃねえか、猫なのか、あいつも。あ、ソロね。ハマオン、ハマオンだった。あれ作れなくなっちゃった。あ、白虎ができる。あ、いたいたいた。これなんか超可愛い、マジ。かけばすくしなだ。猫。ケルト神話にとる。犬か。やべえな、これちょっと猫股と並べたい。え、ちょっと可愛くねえか、こいつ。シノモン。死後の世界の門番。ええー、そうなんだ。そういう感じなんですね。超可愛い。じゃあ行きましょうか。おい、見ろよ。あれが聖地。話には聞いていたが初めて見た。久しぶりですね、誉れある侍の皆々よ。さあ参りましょう。あの眉みたいなもんの中に入るのか。これはまるで蜂の巣の中みたいだぜ。あなた方に会わせたい者たちがいます。この国の新しき指導者たちです。会わせたい？どういうことなの？
ビー殿。我はミカエルなり。新宿御苑での何時らの働きぶり、誠に大儀であった。我は大天使ウリエル。同じくラファエル。私はギャビーではなく大天使ガブリエル。これからは我ら四大天使がこの国の新しい指導者を務めます。伝説の天使が目の前にいるだなんて、これは夢なのか。私は主の命を受け、ギャビーの名を語り、この大地に生きる人間を見守ってきました。しかし年月を経るごとに、この国の民は歪んでいきました。神の名を語り、指導者を気取る者が自らの都合で民を操る。主はこのような状況を大変憂いておられます。我らは再び人間をふるいにかけ、この大地に不相応な人間を排除しました。この大地も人間も全て主がお作りになられたもの。人間は主のご意志に従って生きねばなりません。新しい東の帝国の民は我らと共に人間の本来の生き方を追求するのです。人間の本来の生き方、それは一体。レリスも似たようなことを言ってたな。そうだ、あなた、いい機会だし、藤原殿たちのこと皆まで言わずともよい。汚れの誘惑に乗ってはなりません。東京に閉じ込められた者たちは主に選ばれなかった不浄の魂。この大地を踏むことは許されないのです。かの者たちがこの国を目指すのであれば、かつてのように排除するまで。排除ってなんだよ。なんだよそれ。およしなさいワルタ。今一度はっきりと言っておきましょう。この東の帝国の再建のためにも、黒き侍を必ず討伐なさい。それだけを考えればよいのです。決まりだな。僕らは東の帝国の侍なのだ。その役割は変わらない。築地本願寺へ向かおう。今度こそ黒き侍を討つのだ。俺はリリスとは戦わない。ワルタ、侍かどうかなんて関係ねえ。一人の人間として言わせてもらう。田山のユートピアも新しい東の帝国も同じじゃねえか。どっちも自分のことしか考えない最低な支配者の独占状だ。俺は侍の任務を通じて知識と知恵を得た。疑問を持つことを知ったんだ。なんということを。俺はこんな腐った世界を変えたい。強い者が望むだけ変えられる世界に。君は黒き侍と手を組むと、そう言いたいのか。キャツのために悪魔に落ちた民の魂を君は侮辱するというのか。落ち着いてヨナタン。俺は荷物をまとめたらリリスの元へ行く。一旦寄宿舎に戻る。一緒に行きたい奴は来てくれ。仕方ない。僕らは築地本願寺。待って。まさかイザボ、
君まで黒き侍とは戦えないと。違うの、藤原殿たちのことが気になっているだけ。私たちが放っておいても彼らは東の帝国を目指すと思う。何も伝えずに彼らが殺されるなんて私には耐えられない。かといって藤原殿たちを説得するうまい言葉が見つからない。何がみんなにとって最善なのか一人で考える時間が欲しいの。ごめんなさい。僕らは国を守る侍なのだ。民が変わらず明日を迎えられるよう今日を守ることが使命なのだ。なのに世界を混乱させてどうする。東の帝国も東京も変えちゃいけないのだ。だから僕は世界を元に戻すためにリリスを撃つ。君と共に行けることを祈っている。奈落の入り口で待っているよ。クエスト達成お疲れ様。うわー、そういう感じか。あ、黒と赤と。ねえ、本当にどうなってしまうんだ、こっからターニングポイントだな。なんとなくあれですけど、なんとなくね、俺はこうするだろうなっていうのは思ってましたけれど、ティタン使わないとな。なんかいいのあるかな。顔を入れよう。ドミニオン、ドミニオンこんな感じなんだな。エッチですね。ちょっと見てみようか。悪魔が集い主邪教では、来たんね。さて、ナジャちゃんかわいい。こいつほんと好き。モセット、ティタン、青龍か。青龍作るか。うん、行くか。これダイン持ってんだよな。マハラギダイン、これ思ったんですけど、これプラ10とこれつけたら超速くなるんじゃねって。それだけっす。ジャベリンレインアロー、うん、模範劇ね。デカジャチャージ、デカジャデクンダチャージ、うん、模範劇プラスアローだったらどうしよう。マハラギダインな。いや、どうなんだろうな。いるんかな、マハラギダイン。うん。いいやつけど、なんか強えし。チャージは微妙かな。チャージはいいや。うん。出てくる。そっか、竜の反応、もう反撃一個足んねえか。
カロイーヤ。ん？ああ、これか。よし、これでいこう。疾風技と自動スキルを覚えるらしい。ピシャ。恐れう山へ。よっしゃ、一旦切りますか。ここがターニングポイントか。